キムスパルフは、フィンランドのサッカー選手。フィンランド代表。ポジションは MF。オラバイ年に生まれ、2003年に、サウサンプトン FC の下部組織に入った。2005年のユースカップで決勝に進出したメンバーの一人となり、セオー・オルコットと共に、ピッチに立ったが、イプスウィッチタウン FC に敗れた。2006から07シーズンにトップチームに昇格したが、 リザーブチームでの出場に止まり、トップチームでの出場機会はなかった。2007年1月7日にアルスベンス艦のハルムスタッツ BK に、父親とハルムスタッツの元プレイヤーである、ミカエル・スベェンソンの勧めで移籍した。病気から回復した後に出場機会を失ってしまい、2008年5月1日に、バーサン・パロセウラにレンタル移籍した。 2009年8月には FC フロー人間への移籍が目前となったが、ハルムスタッツがこれを拒否したために移籍は結実しなかった。しかし8月14日に2010年1月1日に移籍することがフロー人間側から発表された。移籍後初出場となった AG アルクマール戦で初得点1から1の引き分けに試合を持ち込んだ。 2013年5月に3年契約で SPVGG クロイターフィルトに移籍。2013年7月21日に行われたアルミニアビーレフェルトセンデにブンデスリーガ初出場。2014年7月3日に4年契約でデンマークスーペルリーガの FC ミッティランに4年契約で移籍。2015年8月20日に行われた UEFA。 ヨーロッパリーグ2015から16予選プレイオフ第1試合のサウサンプトン戦でミッティラン初出場2戦ともに出場しフルスを蹴落とした2020年8月26日ギリシャのアイル1964に移籍した2003フィ f ファユーマイナス17世界選手権に選出されフィンランドのメンバー内では2番目に若い選手であったが地元開催のこの大会で 出場機会を得ることはなかった。2006年10月7日に U-21 代表で初出場 UEFAU-21 欧州選手権2009予選の10試合中9試合に出場し本戦出場に大きく貢献した。本戦では首相を務めたが2009年6月15日に行われた同大会イングランド U-21 代表戦で 敗れてフィンランドは姿を消すこととなった。2009年2月4日に行われた日本代表との親善試合でフィンランド A 代表初出場となったが5から1で敗れた。2009年10月10日に行われた 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のエールズ代表戦でワールドカップ予選初出場。 2012年8月15日に行われた北アイルランド代表戦で代表初得点。ありがとうございます。